どうもこんにちは。世界的 VIP 現役で、ソフトバンクのですね、データ通信専用3ギガプランっていうのがあるんですよ。まあ以前紹介しましたよね。Wi-Fi なしでもタブレット、パソコンでネットが使えるということで、3ギガだったら非常にね、まあ安くて契約しやすいんじゃないかなと思うんですよ。これ、料金なんですけども、翌月から5年間は、まあ、990円で契約できますよと。そして62ヶ月目以降もずっと1408円ですよということですね。しかも、これ3ヶ月間無料ですよということを言って、てるんで、まあ非常にお得に契約できるのかなっていう風に思いますよね。そんなですね、ソフトバンクのデータ通信専用3ギガプランなんですけども、こちらでございます。ライフスタイルに合わせて選べる時間制ギガ無制限オプションの提供開始のご案内ということで発表がありました。これ非常にね、面白いなっていう風に思うんですよ。というわけで今回はこちらの情報をシェアしたいと思います。時間制ギガ無制限オプションの概要ということなんですけども、提供開始日が12月15日ですね。で、適用条件なんですけども、データプラン3ギガに加入して、いずれかのですね、利用可能時間を選択して申し込むことでオプションが適用されますよということです。で、サービス内容に関しては、お申し込みいただいた利用時間に限り、データ通信が無制限で使えますよということですね。こちらでございます。はい。1、3、6、12、24という風に分かれてるんですけども、例えば、今からちょっとめちゃくちゃデータのやり取りするんだよね、1時間ぐらい無制限だったら助かるな、というわけでこちらをチョイスすれば、はい、1時間無制限で使える。しかも価格は110円と、まあ始めやすい価格ですよね。まあジュース1本みたいな感じの感覚でいいんじゃないでしょうか。で、3時間、例えば生放送したいな、まあ3時間はやらない人も2時間以上やるんだよねっていうのであれば、これですよ。3時間チョイスして220円でめちゃくちゃ通信しまくると。で、割と今日は仕事とかもがっつりデータ通信使うし、外とかでも映像を使ってなんかやるんだよねっていう場合であれば、6時間使えば330円ですよということですね。で、今日一日中もう無制限で生活したいなっていうのであれば、550円でいけちゃいますよということで、まあ、こんな感じでですね、あらかじめ用意された利用時間の選択肢からですね、一つずつ選んで、今日はこれ使いたいなみたいな感じのことができるっていうのが非常に面白いポイントだなっていう感じに思います。なので僕からすると、まあ、ポボもソフトバンクのデータ通信プランもどっちも契約しててもいいんじゃないかなっていう感じに思うんですよ。例えばデュアルシム運用っていう形もありますよね。 iPhone だと、まあ、割と最近のものって物理シムと eSIM のデュアルシムいけるじゃないですか。 Android も SIM 2枚差しとかいけるんで、もちろん eSIM もできるんですけども、そんな感じで SIM 2枚差しっていうのができるんで、例えばこのソフトバンクのデータ通信専用プランをメインで使ってサブで POBO 2.0 を使うっていう選択肢も非常にありなのかなという感じに思いました。これが逆だとちょっと厳しいのかなと思っていて、 POBO 2.0 だと僕正直ね、メインには厳しいのか、まあ人によって違うと思うんですけども、メインだとちょっとね難しいのかなっていうのがあるんですよね。そもそもトッピングしていくっていうスタイルなので、元が0ギガだから、例えば1ギガ使いたいなってなったら390円でトッピングするんですよ。しかもこれ7日間しか使えませんし、3ギガ追加したいなと思ったら990円で、まあ値段は一緒なんですけども、これ30日間っていう限定でしょ。で、もちろんもっともっと上はあって、150ギガ使いたいなと思ったら12980円払えば使えるんですけども、さすがにちょっとこれ一気になんかデータ通信に12000円払うのはきつくないですか。まあ半年間使えるにしてもっていう感じもあるじゃないですか。まあギガ活っていう手もありますけどね。コンビニでなんか買ってデータ容量もらいましたみたいなあるから、まあそれでもいいんでしょうけど、まあまあ考えようかなっていう感じですね。非常にまあ個人個人の選択肢に委ねられるとは思うんですけど、まあでも面白いことができるのかなという感じに思いますね。だからどっちを取るかですよね。データ使い放題に関しては、ほぼ 2.0 の24時間330円で行くのか、それともそんなに使わないんだよと、まあ数時間程度無制限で使えればいいんだよっていう場合であれば、こっちのソフトバンクの方を取るのかっていう、まあそれぞれね分かれると思うので、そこら辺はまあ使いこなしっていうのが非常に大切になってくるのかなという感じに思います。はい、というわけでちょっとまあいろいろね想像してしまいましたけど、非常に楽しいですね。今回はですね、時間制ギガ無制限オプションの提供開始っていうご案内のお話でした。お疲れ様でした。